6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は成婚大会が決まったプレシア会員の M さんとお話をしました。 M さんは6月19日から活動をスタートされて7月31日に成婚決まりました。で、活動内容としては6名に申し込んで6名とお見合い、1名とプレ交際になりました。 M さんは50代後半、年収700万円台ですが、自己価値診断チェッカーでは47点っていう結果でした。ただそれでも前の相談男女では結果が出なかったっていうこともあって、もうプレシアに言われた通りにするぞって決意されていたので、もう本当にね、アドバイス通りに婚活を進めていただきました。その結果、入会してわずか1ヶ月半で結婚決まったわけなんですが、まあ、その間にもね、紆余曲折があったことは言うまでもありません。 M さんにもいろいろお話聞いてきましたので、ぜひご覧ください。はい、それでは本日は M さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、まず婚活をしようと思った理由を教えてもらえますでしょうか。はい、私バツイチなんですけど、離婚をしてしばらくは婚活とかっていうよりも、まあ一人でいようかなっていうので、しばらくは一人でやってたんですけど、はい、やっぱコロナにかかったり、ちょっと病気になったりした時に、うん、今は子供がいて面倒見てくれるからまだいいんですけど、将来的にパートナーがいないと、はい、これは大変だなっていうふうに思って婚活しなきゃと思って、新たにちょっと一歩を踏み出してみようかなっていうのがきっかけで婚活のスタートをしました。確かにそうですよね。健康な時は一人でも十分楽しいんですけど、はいはい、体調崩したりした時は特にね、気持ちも弱くなっちゃう分、はいはい、隣にねパートナーがいてくれるっていうだけでも安心ですし、はいはいはい、いつまでもねお子さんも頼れないですからね。結婚したりとかするとね、すぐに駆けつけてくれなくなったりするので、まあ、そういう時にやっぱりこう信頼できるパートナーがいると安心だなっていう思いから、じゃあもう一回ちょっと結婚したいなっていう気持ちになったということで、はい。プレシアへの入会前の気持ち、もしこういった気持ちだったよっていうのがあれば、はい、そのあたりも教えていただきたいなと思うんですが、いきなりプレシアさんではなくて、まずは手軽なマッチングアプリ、アプリ的に、はい、やってみました。で、婚活専用のアプリなんですけど、まあ、何人の方とお会いはしてみたんですが、はい、結婚という意識よりは恋活っていうようなイメージが多くて、うんうん、なんか自分のイメージとちょっと違って、はい、時間ばっか食ってこれ違うなっていうのでネットで検索したら、実は私の住んでる地元に結婚相談所が何件かあったので、 IBJ の系列ではないところだったんですけども、うん、コード型の相談所に7ヶ月間そこで活動させていただいたんですけど、なかなか感情論的っていうんですかね、頑張れ頑張れとか、うん、ああ頑張れ、まあ切り替え切り替えとか、うん、これはご縁だからっていうような言い方で、まあ、ちょっと迷子になってしまったのもあるんですよね、うん、だんだん疲れてきちゃいまして、でその頃 YouTube をだいぶ見ていたので結構勉強していて、はい、そこで木島さんの YouTube も本当に見てて、うん、あすごいバシバシ言うなーっていうのはずっとだ気になってたんですけどまあどうせやるならちょっと冷静に一回考えて、移籍もあるのかなっていうような思いで、うん、プレシアさんに入ったっていうような感じですかね。あーなるほど、はい、ちなみにそのマッチングアプリ手始めにやったっていうことなんですが、はい、それって50代の時ですか。はい、そうです。でマッチングはするけど、やっぱりお相手の女性が結婚っていうよりかは、まあ、とりあえずなんか付き合いましょうみたいな、そんななんか雰囲気だったんですか。そうですね、結婚って言葉を出すと、んなんかこう濁らせてしまわれるっていうか、うん、楽しくデートしましょうぐらいな感じで、なかなか先に進まない、これいつ終わるのかなっていうようなアプリはじゃあ何ヶ月ぐらいされたんですか。でも3ヶ月ぐらいです。じゃあ3ヶ月でこれはちょっと違うと皆さん思われて、うん、合わないなと思ったので合わない違うと。でも行動を移されて地元の結婚相談所入られて、はいはい、でやっぱり感情論だったりとか、あまり抽象的なアドバイスっていう感じですよね、感情面で。そうですね、結局その反省点をアドバイスあんまりないかったので、ここがこうだからダメだったのよっていうのがあんまりフィードバックがなかったので、はい、次にどう自分が戦略を立てていいのか分からなくて、うんうん、結局交流になってしまってたみたいな、はい、まあ、自己開示結構自分をしてしまうタイプなので、うんうん、それが今となっては気づいてるんですけど、当時はお見合いとか自分はこうだっていうものを出しすぎてしまってあるその相談所大会するときに、終わり間際にちょっと自己開示しすぎだったんじゃないって、お終わりの時に言われたってそれ途中で言っていただければよかったのにっていうのはあるんですけど、俺もう無理かななんて思って
ってたタイミングでどうしようか悩んでたんです、うん、ああなるほど、まあそうですよね、7ヶ月やっててあまりフィードバックなければ、はい、次ね M さん自身も何をどう改善したら次に進むのかわからないし、はい、教えてくれないし、はい、もうどん詰まりみたいな、はいはい、ね、そしたらまあ疲れるに決まってますよね、気持ちも、うん、でそれでまあ動画通じて私のことを知っていただいたのかなと思うんですが、その移籍した方がいいのかなって思って、まあ、プレシアに最終的に決めてもらった決め手って何かありました？入会してから分かったんですけど、あなたはどういう方に申し込みされてて、相手はどういう方をプロフィール見てるとか、ちゃんと客観的な数字とか論理とか理論に合ってるところをやってるところだなっていうところで、まあ、無料相談会にやらせていただいたんですけども、はい、そこでそういうお話を全部いただいて、ちょっと入会するつもりは最初なかったんですけども、やっぱり YouTube からなのでちょっと不思なんかこう怖いっていうイメージもあったので、うん、よく言われます。なので、はい、やっぱり相談会に入ってそこで逆のアドバイスをいただいたので、はい、ご相談とかこうお話をしてって、うん、あここはなんか自分に今合ってるから、うん、その自分はそこを求めてたところなので、うんうんうん、はい、ここで勝負をして、うん、ここがダメならもう僕が婚活をやめて一人で行ってくろうっていう覚悟をして、そこでしました。で実際に移籍してこうプレシアで活動されていかがですかね、サポート内容的には。まず最初に入会する前のプロフィールの写真のとこから、ここに行ってくださいっていうふうに指示があって、もう素直に従ってそこに行って、はい、プロの方の言う通りに突破するしながらもやって、はい、その写真もプレシアさんと一緒にどの写真がいいかを選定していただいて、で自己 PR の文章も前の時は自分で適当に書いたものを薄っぺらい内容で出してたのを、今回はプルシアさんがこう具体的にエピソードをつけて書いてくださいっていうのは何項目かあって、それを自分の中で過去を思いながらこう打ってって、そこで添削していただいて、すごいボリューミーがあるプロフィールができて、あすごいなと思いながら、全然前の相談所とは違うところがまずサポート面でまず最初にあったっていうのと、結果的に言うとそのお申し込みが今まで前の相談所はほとんど来なかったのが、プレシアさんで一気に最初の時に 5,6 人お申し込みが来たので、まずびっくりしたんですけど、その自己 PR とか写真というのは大事なんだっていうのを気づいたし、あと担当カウンセラーさんも月1回の面談の時しかお会いできなかったんですけど、その間 LINE でほとんど毎日些細なことでも連絡くださいってことで悩んでることとか、 LINE で失敗した件とか、本当営業時間外でも定休日でもくださるし、常に自分のことを見守ってくださってて、だから今回のご縁もなんかお相手のサポートのカウンセラーさんとも一緒で4人でチームで成功できたかなっていうぐらい、その方を安心してましたし信頼してましたし、はい、カウンセラーさんにはありがたい感謝の言葉しか今出ないぐらいです、はい、そうですよね、やっぱり最初のプロフィールちゃんと作らないと、そこ適当にしちゃうと、はい、結局申し込みが来ないし、はい、お見合いも決まらないから、はい、どんどんね婚活期間が伸びちゃうかなと思うんですが、はい、でプレシアに入った会員さんには提携している写真館フォトスタジオのご紹介はさせていただくんですが、はい、なんかこうたまにそれを強制だと思って強制的にここで撮らされるとか、いくら撮られるとか、なんか思ってる方もいらっしゃるみたいなんですけど、別にそれ強制ではなくて、行きたい人はここどうですかっていうご紹介をさせていただきましたよね。そうです、そうです。前回ちょっとその写真でちょっとやっぱ失敗した体があったので、もう今回はプレシアさんのことを素直に飲もうっていう自分の意思で、とにかくマニュアル通りやろうっていうのを今回プレシアさんで決めてました。自己流はもう封印しようと思ってました、はい、自己流でね婚活していいことないですからね、写真含め本当に、はいはい、なんでやっぱり撮影するフォトスタジオって別にどこでもいいんですけど、やっぱり婚活用の写真を撮り慣れてないスタジオさんにお金払っても結局本当とんでもないものが出来上がってしまうので、まあ、自信がない方とかそういったつてがない方はやっぱり提携してるスタジオがまあ無難というか間違いないかなという気がします。はい、M さんはですね1ヶ月半ぐらいですかね、活動期間めちゃくちゃ短くて、はい、3回目のお見合いで、成婚された女性とお会いされていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、初めてその彼女に対して、はい、結婚意識した瞬間っていうのは、はい、なんかどういった時だったんですか？はいはい、そうですね、一番最初にビビッと感じたのは、お見合い後に、で、2人で同じ駅の方に歩いてって、はい、その駅行くまでの道中間のパーソナルスペースに彼女が入って、
ってきて、はい、なんとなく彼女もルンルンなような気持ちも見えた。いや、それは勝手な判断なんですけど、そこでなんとなくピンときてのが1点と、はい、あと2回目のデートの時にちょっと雨が降ってしまったんで、うん、急遽ショッピングモールのデートに変えたんですけども、そこでランチを食べましょうってことになったんですけど、やっぱりすごい混んでたの で待ってる間、たまたまそのダイニングテーブルみたいな家具屋さんがあったんで、はい、何気なくそこを寄った時に、ここのダイニングテーブルが対面で座った時に、はい、あ、この人なんか将来にここにいそうっていうのを、はい、なんとなく感じたんですよね。そこがすごく印象に残ってます、はい、じゃあお互い違和感なくこう距離を縮めて歩くことができたっていうのが一つ、はい、あの結婚を意識した瞬間と。そうですね。M さんは3回目のお見合いで今の女性と出会って、はい、まあ、ビビッときて結婚まで至ったわけなんですが、はい、まあ、プレシアに入って1ヶ月半の割とスピード婚じゃないですか、はいはい、で1ヶ月半の婚活で結婚決めたっていうと、これ見てる方もそうだと思うんですが、はい、おいおいと、早すぎねえかと、はい、大丈夫それ、はい、ってね、思うと思うんですけど、はいはい、多分あのご本人としては、いや大丈夫だから結婚決めたんだよって思うんですが、そこの結構気持ちの部分が視聴者の方と乖離があるかなと思うんですが、はいはい、M さんはね、結構短かったのに、なんかこう結婚決める上での不安だったとか、はい、そういったものは特になかったですか？プレシャーさんで言われるマニュアル通りに自分は進めていくつもりだったんですけど、はい、お相手の方から逆にその、ま、前倒しというか、これ3回目でやることを2回目で話したりとか、うん、お金の話とか、例えばこう家族の話とか、向こうも真剣だったので、はい、どんどん積極的に聞いてきて、うん、プレシャーさんのマニュアルよりも早くことがどんどん進んでってしまって、そうですね、ああすごく早いなと思って言ったはいたんですけど、ここは2人で話し合ってもう確信を得ていたので、このままお互い入会しててもやることって一緒だよねっていうふうに思って、その間お互いの家庭内のこととか、お金に関する価値観とか、全てに関することがなんとなくチェックできていたので、不安なことが全くなかったんですよ。まあ、これもあの実はカウンセラーさんと話して、これって早いですかねっていうことで、タイミングとご縁っていうのをカウンセラーさんのさんが常に言っていて、まさにタイミングとご縁が1ヶ月半の中であったんですね、はい、ボタンの掛け違いがあって、うん、ずれてて絶対破局するような場面も、うん、うまく話し合いの中でくっついたりとか、はい、本当は初回デートは豪雨が雷が鳴ってそこで会えなければ、うん、あの終わりだったのに、ちょっとたまたま臨機応変にお会いできることがあってとか、そういうことも含めて、うん、あのカウンセラーさんがタイミングとご縁ですよっていう風なのがすごくあって、覚悟をそこで決めて、うん、あ、もうこの人とやっていこうと思って、うん、自分の気持ちを確認し合いながらやって決めたっていうのが内情ですけど、うん、はい、うん、彼女もすごく積極的に来てくれたっていうのも大きいかなと思いますし、はい、おそらく M さんと同じで、彼女ももしかしたらビビッとね、なんか来てるものがあったのかもしれないですね、はい、もうこの人だっていうので、はいはい、今回あのかなりですね早く成婚されたと思うんですが、はい、M さんが成婚できた勝因を教えてもらえますか？あ、はい、その切り替えのタイミング、はい、移籍したタイミングっていうのが全てあの勝因だったっていうのがまず一つですね、うん、というのも、はい、あの前のところにいたら今のお相手さんとは合わなかったわけじゃない。そうですね。で、はい、IBJ に入ったから私を見つけていただけたっていうのがまず勝因の一つだと思うんですね、うん、自己流を封印して、はい、カウンセラーさんの言う通りに行ったことで、うん、成婚大会に早くつながったっていうご縁とタイミングっていうのがやっぱり教えていただいたので、うん、はい、そこが自分にとってはすごく勝因だったなっていう、やっぱ移籍したのが勝因だったなっていう、その決断力に自分は求めたいかなと思いますけど、うん、はい、はい、はい、この動画見ていただいている方の中にも、もしかしたら今結婚相談所に入ってるんだけどなかなか成果が出ない、でも移籍するのはなんか勇気いるし、お金もまあかかるじゃないですか、はい、だからその一歩踏み出せないとか迷ってる方多いと思うんですが、はいはい、M さんが移籍しようって思ったなんか理由というかお気持ちのところってどういったところだったんですかね？やはりその前の相談所でこう迷ってる時に相談しても次行きましょうとか切り替えましょうとか、その先が見えないなくて、やっぱそこが一番あったので、プレシアさんはもう6ヶ月プランと12ヶ月プランというのが決まっていたので、うん、お尻がとにかく決まってるじゃない、はい、そこがやっぱりゴールがあるから、うん、その無料相談の時にも言ったんですけど、うん、じゃあお尻を決めまし
ょう、じゃあクリスマスまでには絶対決めましょうって2人で約束して入会を決めたんですけども、うん、やっぱそこの決断力がやっぱり大事、うん、あまあ自分も婚活迷子になってしまっていろいろ悩んでしまう僕も経験したんであるんですけど、はい、移籍は絶対いいとは思わないんですけど、こういうケースもあるんだよっていうのをやっぱ伝えたいし、あとはやっぱり数字化されてるところっていうのを、はい、やはり成婚率とかちゃんと言えてる相談所じゃないと今後誰かにアドバイスするときにはそういうことをお伝えしたいかなと思ってますけど、はい、うん、じゃあですね、この動画見ていただいている方、まあ、婚活中の方もいれば、今まさにもう頑張ってるよ、これから移籍しようかなとか、いろいろね、はい、悩みながら見てくれてる方いると思うんですが、はいはい、そういう方たちに向けて最後メッセージをいただけますでしょうか。あ、もし婚活に悩んでる方がいらっしゃるんであれば、一日も早く年を取る前に、うん、まず行動すること、もし本気で結婚したなら早く行動することがまず1点、一旦そこで冷静になる時間を設けて、 YouTube でいろんな相談所のジャンルが出てるので、うん、そこを見て、あ、こういう会社もあるんだなっていう程度で、一旦今の自分の相談所と、まあ、もしここに入ったらどうかっていう比較をしてみたり、うんうん、あとはその自分の相談所の方、カウンセラーさんに成婚率とか具体的な数字的なアドバイスとかが出てるかどうかをチェックして、ちゃんと出てくるのであれば改善すればいいですし、あとは思い切って移籍っていうことも、本当にお金がかかるかもしれないんですけど、逆に言えば長々と同じところで1年2年ってコスト的なパフォーマンスで見るよりは短くお払いった方が、結果的にはお金も安く済むので、これもご縁とタイミングだと思うので、このチャンスを自分がピンときたらやっぱやってみる行動力、決断力っていうのは大事だと思いますんで、皆さんも悩んでたらとりあえずまず行動することで、ご縁とタイミングは必ず来るっていうのを信じてやられると絶対幸せがつかむんじゃないかなというふうに僕は実感しましたので、皆さん頑張っていただきたいと思います、はい、ということでね、M さんもこう移籍迷っている時に受けられた個別相談会ね、今抽選っていうことで全員には実施してないんですが、はい、申し込みいただいて抽選当たった方には全て無料で個別相談させていただいてますので、はい、興味のある方はね、動画下の概要欄に貼っておりますので、そちら見てご利用いただけたらと思います、はい、はい、ということで M さん、本日はたくさんお話聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。